こんにちは、渡辺隆介です。続きた100本の36本目。今回はマイロマンスをやっていきたいと思います。もう黒本に載ってますので、お持ちの方は一緒に見ながらやっていただくと分かりやすいと思います。まずキーは B フラットで書かれてますね。B フラットで、1度メジャーから2度マイナー、3度マイナー、ここで3度フラットディミニッシュ。ちょっと前の、いつか王子様でも出てきましたね。3度フラットはやっぱりすごくジャズで出てくるディミニッシュなので、ここは、慣れていただくといいかなと思います。はい、で、5ですね。はい、で1に解決して、でこの D7 が、B フラットからすると3度7ですよね。で、もっと分かりやすく見ると、その次のコードの、から見るともっと分かりやすくなります。この G マイナーに行ってるので、この B フラットの平行調のマイナーにちょっと転調した感じで捉えると、この D7 の時点でこの5度7になってますよね。 G マイナーの D7 が。なのでそう考えるとフレーズとかも出やすくなるんじゃないかなと思います。はい、で平行調になって G マイナーからこのマイナーからメジャー、マイナーメジャーセブンスとクリシェしてます。で G7 に行って、でまた2-5。で1に解決して、これで8小節ですね。で最後に B フラット7になって、黒本で言うと B セクションに入ります。9小節目ですね。これで E フラットから、なのでここは、4度メジャーですね。 B フラットから見ると、そのためのこの B フラット7ですね。この E フラットに対する5度7ですね。で A7、これもジャズですごくよく出てくる進行で、この4メジャーからこの7の7フラットセブンスの音ですね。これの、セブンスコード。場合によってはここが4度メジャーから4度マイナーになることも多いです。流れとしては、大きな流れとしてはどちらも一緒ですね。いろんな曲を見てみると、ここが4度マイナーになってたり、もうそのままこっちのセブンスに行ってたりするので、ここもチェックしてみるといいと思います。それで1に完結して、でもう一度同じ進行ですね。これは B フラットから見ると4度シャープですね。4度シャープで、この3度に向けての2-5と捉えると分かりやすいですね。はい、で次が D フラット7になってますね。こう通常で考えると、C に対するドミナントで考えると、 G7 が来るのが普通なんですけど、ここもちょっとアレンジとして D フラット裏コードですね。 G の G7 の裏コードの D フラットを使ってるアレンジなのかなと思います。
はい。で C7、2度7ですね。でここは、SUS4 で C7、SUS4 が最初についてますけど、まあ、SUS4 じゃなくてもいいのかなと思います。特にメロディーはこの SUS4 の F の音に、メロディーがあるわけではないので、はい。でその後2-5して頭に戻ります。で頭に戻ってからは7小節目まで一緒ですね。で2括弧から少し違います。ここが Fm Bb で Eb に行ってますね。からで次が D 分の G7 になってますね。で、まあ、ギターだとここが、まあ、G7、Gm とかでも、まあ、G7 のその、まあ、テンションと考えてこの Eb 分のD 分の Eb メジャーと考えてもいいと思います。ギターだとここをこう移動するだけでいいです。で Cm でここもベースがこう下ってる感じですね。そのままギターでやるとしたら最初にこの Cm ここで、その後 B フラットに行ってもいいですね。っていう感じで、ここが。はい。で、Am に行って、次は Fb7。ここも通常だと D7 ですね。Gm に対する5と7。まあ、それもここが、ちょっと半音で。言ってる感じですかね。このまあベースライン的にもこうそのまま下る方が綺麗だとこの、作者の方が考えたのかなと思います。まあ、ここは、まあ、D7 でも通常だと D7 だと思いますね。はい。でGm G7 になってますけど、これ逆にシャープすることもあると思います。僕はこっちの方のアレンジが好きですね。はい。まあ、ベースライン的にはこういった方が流れはいいのかもしれないですけど、サウンド的には僕はこのシャープした感じが好きですね。はい。で、F 分の Bb メジャー7。まあこっからずっとその F が2小節ペダルしてるような感じですね。まあ、ベーシストがいる場合は、まあ、ベーシストに任せて、ギターは、まあ、Bb この上のコードだけ弾いても全然問題ないです。まあ、弾くとしたらこの辺りでペダルしながら、解決して終わりですね。はい。今回は、マイロマンスやっていきました。ジャズギター100本の36本目ですね。もう少し練習してから、録音したバージョンをアップしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。